おっしゃな、終わりやっていきましょう。ホッケね。今回は何できましたか？傘でーす。流行に乗ってきた。そう、流行なんだよ。もう過ぎ去りつつあるが、しかし、まあ、流行なんですよ。俺もう右塗りたくないから、あの端っころの塗りたくないから、こっちから行くわ。もうこの強い意志力が必要。俺は塗らない。だからお前が塗れっていう。この強い意志力がないと、あそこ塗ってしまう。やめろ、邪魔。スプリンクラーってか、すごい塗れるんですよね。縄張り武器の武器だとはもう、なんだって。縄張り武器の、え？縄張り、え？縄張り向きの武器、そう。噛みそうだね。やばい。やめて。すげえ飛んでくんだけど、4発飛んできてる。スペシャルなんとかで、邪魔マジで。なんで撤去されなかったんだこれマジで。でおかしいだろ、縄張りバトル。バーン、あれ関係なかったな、これ全然。ピューピシュー、オッケー。意外とうるさいのか、この辺に。あ、乗ったかね、ちゃんと。発射。あ、倒した。アペン実際強いっすよね。結構キル取れる。全然意味のない傘だったな、これ。まあ。やることが大事だから、やることがね。ちょっと待って、アーマー取れねえのかよ。てか、その前に、ちょっと待って。ゲー強え。結構、近距離で、真正面取られて当てると、キル1取れるんですけど、遠いとマジで、3発とか当てないと倒せないところが、ちょっと厳しいですよね。なんか、うまいこと、これ、開くの使えなくて、結構この武器使うと1キルとか余裕であるっていう、なんかピンチつけてない。つけられてる。いや、つけてない。いや、つけた。つけた。そう、それが痛かった。もう今日やばくないか、マジで。最近あれだったわな、ちょっと実況、ちょっとご無沙汰すぎて、やばかったんでしょうね。とりあえず、スプリンクラーあっちに投げて、視線をあっちに集中させる。その後に、とりあえずこっちに投げて、俺だよー、やばい。これね、すごいいい使い方だったよね。カーリングボムが、ちょっと、それはまずい。ふぅーぐやーよし。雨で殺したからよし。あ、自陣すげえ綺麗に塗れてる。なんか右側綺麗すぎないか。なんだあれ。すげえ気持ちがいいんだけど、俺はすごい雑に塗りました。傘で綺麗に塗るなんて不可能だからな。どういう状況だろう。スプリンクラーどんどん使っていく方が、しかし、とりあえずね、地味に置きにくいとこに、すごいポイズンいいところ、傘発射するか、こうなったら。いや、発射しようって時にはもう大体必要ない時なんだよな。傘発射。あー、これ死ぬ。まあね。マジで必須に対面で勝てんねんけど、傘すげえ発射されてる。俺今んとこさ、雨降らししかキル取ってないという、なんか天才的な現象が起きてるんですけど、今。いや、まあでも、ムツーさんスプリンクラーで嫌がらせしてるから、ありがとう、フォロー、コメントで。ありがとう。これ発射しよう。やめろあー傘と傘で相殺しやがった。そんなことあるか。気分だけ使った気になりつつ、いやあ、くそ、よく避けたな今。すぐ発射する。いや、意外と傘開かないからね、発射していいんですよね。これ俺マジでガチでアメージしかキル取ってない。すごい。なかなか難しいよな。真正面からチャンっていうよりかは、こうやっぱ今日ついて先制取んないと厳しい感じかな。活躍したよ。あ、なんか、僕活躍しましたみたいな顔してるけど、お前、雨降らしでしかキル取ってないからな。なんなら塗りでも負けてるって。マジでやばいくないか、これ。あ、マジかよ。まあ、いいけどさ。今回はおとなしく端っこから塗ろう。雨降らし2回は打ちたいよな。あれ、打つだけでマジで結構厄介ですからね。なんか、立体いるな。立体とかもさ、傘で防いじゃって、あれ、こういうのに限って端っこ来るよな。ちょっと待ってよ。右ウィング塗ってよ、右ウィング。あとで俺が塗るか。稼いで雨降らしを使おう。雑にしか塗んないからね、一応言っとくよ。先に言っとくよ。雑でもね、塗れたりゃいいんだわ、ぶっちゃけ。結局ね、相手をぶっ倒してどれだけ最後有利取るかなんだからさ。 OK、 シュッ。いい感じ。じゃあ、リッターこれ取るんだ。やめて。雨降らし使いつつ、しかもスプリンクラーでさらに塗りを増し増し。このカーリングボムはね、結構やべ、先制取られた上にインクがね、えなんでインクなかったんだ。スプリンクラー使ったからかな。結構押されてますね。ミニウィング塗ってくれてるから、あー、まあ真正面からいくか。とりあえずここの広いところで迎え撃って追い返さないとやばいっすね。邪魔。少しでも相手が攻めにくいように、あの、なんかすごい、なんかやめてー。ちょっと待って、それはまずい。
ス。やべやべやべ、ナイス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 、味方と一緒に行こう、頼む。あとはうわー、くそあれいい感じに手前で爆発しねえんだよな。そうだね、跳ね返るわ。結局あれだからな、航続距離は同じだから、そこも抜けない。一応バケツっぽい使い方もできなくはないのか。ダメージはビビったるもんだが、さあ、ミフラシ使われて、まだ1回しか使ってない。ノルマが達成できていないぞ、ムツ。やばいぞ、このままでは。スプリンクラーを発動。あ、いきなりこっち向くからな、リッターとか。とりあえず、クリアリング。早速クリアリング。嫌がらせにも程があるだろ。やばい、インクがねえ。傘発射すると結構インクねえな。これ傘展開中もインク消費してるんで結構やばいんですよね。では鉄板ポジションのこの壁のところにやって、うざさを醸し出しつつ、一回そうそう落ち着いてさ、ちょっと塗って、ここで発射。この相手陣地を横切るかのごとく。これ殺せねえと俺マジでキル取れない。うわー、またアシストかよ。しかし雨降らし、そうアシストおじさん、アシストでなんかキル数を稼いで、見た目上のキル数を稼いで、あ、ムツ結構活躍してんじゃんみたいな。ただ今のところ傘で1キルも取ってないっていう、ただそのやばい事実だけが今残ってるんだが、さあ、どうだ、ちょっとたまに落ち着いてさ、すっ帰ってったあー、やべ、弾け飛んだ俺の傘が俺の傘が弾け飛んでいく。攻めて1クル、よっしゃ、これで取れたか十分、 120% 長すぎだろお前、ズームパンチかよその射程。バケスルの射程マジ疲れるとクソ長いっすよね。まあ1キル取ったからセーフやろ。ウェイまた活躍した気に活躍した気になった顔なするのが傘のモーションかわいいよな。ほら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 、6キルですよ、6キル。メジ、マジメジすげえキル取ってんじゃん、いい感じだよ。おい !37 じゃねえかよ。逆にやり、逆に。ホッケー唯一傘が飛ばした時にすげえ飛んでくステージですからね。直線だから。俺は右ウィングだろ。首相の心がけでしょ、首相の心がけ。雨降らしを確実に一回打っときたいという、なんかすごい、なんかま、後ろ向きな理由なんだけどさ。とりあえず。結構塗れるんすよね、傘塗りやすい。でも塗りやすくはある。オッケー。こんな感じだ。やべ。オッケー、キルシーだけになった。今アシスト入ってたから、味方の。傘で防ぐというカーリングボム。カーリングボムのアンチとしてかなり使えるという。この辺止まっといて、様子を見る。いないな。いない。ってことは塗れる。塗って、しまいなさい。傘っていうかスプリンクラーだけ投げて嫌がらせしつつ、これ無理じゃねえ。インクアーマー貼られてるさ、必戦とか不可能でしょ。ああいう時に傘開けばいいのかな。結構ね、ただ傘開くのインク消費するんで、インクの管理できてないと敵の目の前で傘開けなくてインク切れっていうなんか表示だけ出て、隙だらけっていう一番最悪なことが起こしうるんですよね。この状況そんなに発射して、うわ、なんだ、うわリッターめっちゃこっち見てた。ちょい、何、え、なんでバレてたの今、スプラチャージャー俺そんなバレてた今、バレるような感じだったかな。スプリンクラー投げねえと伸び稼げねえんだから、スプリンクラーバンバン投げてこない。ここ結構投げるとこ難しくない、なんか意外と。あ、うざいとこ投げた。オッケー。インカムやばい、うわーくそ開く前に殺されるぞ、やばいやばいやばい。あ、血を取られるかまであるぞこれ。味方が2人来てくれている。あれ、どこまで来るかな。繋げとこう、スプリンクラーだけ。ああいうのはスプリンクラーに乗らせるんでかけるで、自分はあれもう壊されてんだけど、なんで。オッケー、大丈夫だな、とりあえず大丈夫で。こっちはそんなにだな、一体いる。これ発射しとくか、そこにね。これ俺やばい、逃げ場がね。とりあえずこっちに避けて、まだあるぞこれ。でもうわっあ、マニューバーか、挟まれて、やばい、3人落とされてる。頑張れ頑張れ頑張れ、よし、ナイス。飛びたい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 、
あれナイスじゃなくてカモンって多分したいと思うから俺は飛ぶぞ。オッケー、消えてどうした。ちょっと死んじゃう。ちょっとこれ全然行きたいとこに行け。オッケー、攻めてね、攻めて攻めて。ディシキャあれ、格殺範囲なんだよな、まともに当てられたら。うわ、微妙。勝った気になれるか。あ、勝ってんじゃねえか、これ。最後、味方がグイッと押し込んだ。おおこれで3連勝ってマジ。あの、色違いの傘ってなんだ、コラボ的なやつ。こっちのキル数よりあっちのキル数が全体的に多いけど、勝つっていう。これが縄張りバトルの妙。最後押し切れるかどうかですからね。マジさ、クラーゲスなのになんで偽ブランド揃いかけてんの。というわけで、次のスプラトゥーンでお会いしましょう。では。